どうも、石川です。はい、これより登録完売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロック2020年度問31から問40までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。引き続き、こちらはですね、第2章の内容となります。皆さん、大丈夫でしょうか？頑張っていきましょうね、後半戦も。はい、では、問31番です。自律神経系の作用による効果器の反応に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは4番となります。まずここはですね、交感神経と副交感神経がどのような働きするのか、各臓器のところでですね、ここのところがしっかりと、分かってなければなりませんので、まず、1、2、3は、正解なので、4番のところを見ていきましょう。副交感神経系が交感神経系より優位に働くと腸の運動が低下しますよと言ってます。腸の運動が低下ということは、これ食べ物の消化吸収があまりできないような状態ですよね。で、これはどんな時かというと、これは交感神経が優位な時に、腸の動きは低下していきます。そうですよね。じゃないと、こう興奮してる時にこう食べたものをエネルギーとかを消化吸収とかしてる場合ではないので、なので今回ここ副交感神経系が交感神経より優位って言ってるので、これ記述逆になります。交感神経系が副交感神経より優位になるとっていうところであれば正解になりますので、ここ交感神経、副交感神経が逆となりますので気をつけておきましょう。ということで4番が誤っている内容でした。では次、問32番。医薬品の吸収、代謝及び排泄に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あについては、一般に消化管からの吸収は、濃度の低い方から高い方へ、能動的に拡散していく現象ですよ、とあるんですけど、ここ違います。何かというと、まず濃度の低い方から高い方ではないんですね。何かというと、医薬品の成分というのは、まあ、医薬品の成分、まあ、食べ物でもいいんですけど、私たちの、まず消化、ごめんなさいね、消化管なんですね。これごめんなさい。消化管なんですけど、消化管の粘膜っていうのは、濃度がめちゃくちゃ低い状態になってます。で、その低いところに、濃度の高いもの、濃度の高い医薬品の例えば成分とかが入ってきた場合は、濃度の高い方から濃度の低い方にこうやって染み渡っていくんですよ。で、その染み渡り方が受動的なのか能動的なのかっていうところがちょっとポイントなんですね。はい、なのでまずは濃度の高い方から低い方なんだなというところで、ここ低い方から高い方ではなく、逆になります。高い方から低い方なので、濃度の高いものから低い方にどん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 染み当たっていくんだなというところになりますので、ここを気をつけておきましょう。はい、そして、その、染み込み方なんですけど、それが、能動的って言ってるんですけど、能動的ではなく、これ、受動的であれば正解となります。じゃあ、受動的って何かというと、受動的っていうのは、エネルギーを使用しない、エネルギーを使用しないで吸収していくものなんですけど、能動的というのは、エネルギーを使用して、吸収していく方法とかになりますので、なので、私たちエネルギーを使っちゃうとこう大変じゃないですか。だからなるべくエネルギー使わないで楽したいので、なので、能動的ではなく受動的という言葉が入ってきますので、ここ2箇所が誤りとなりまして、答えは、あが誤りとなります。はい、ということで、いは誤り、そしてうについてなんですが、うは、肝機能が低下した人では医薬品を代謝する能力が高いため、いや、そんなことないですよね。肝機能が低下しているので代謝する能力が高まってたらこれ違いますよね。これは高いじゃなくて低いとなりますので、うは誤りです。はい、で、低いので、正常な人に比べて全身循環に到達する有効成分の量がより、多くなりそうですね。効き目が過剰に現れ副作用が生じやすくなりますよ。ここは正解となりますので、高いじゃなくて低いというところを、気をつけておいてください。そして、えについてですね。えは、有効成分と、それから結晶タンパク質との複合体は腎臓でろ過されやすいため、速やかに尿中へ排泄されるよとあるんですけど、これは、
結晶タンパク質複合体を形成している医薬品の成分というのは、要は大きさがすごく大きくなりますよね。大きくなるので、この腎臓で濾過、要は濾過膜通りにくくなっちゃいますから、なので、濾過されにくいためというところになります。濾過されにくいので、尿中にですね、あんまり排出されなくなりますから、なので、A は誤りとなります。ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。今度は問い33番です。医薬品の材形に関する以下の記述について正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。下から一つ選びなさいということで答えは1番が正解となります。Iは正解。そしてうなんですが、経口液剤はすで、に有効成分が液中に溶けたり分散しているため、服用後比較的速やかに消化管から吸収されるという特徴があり、有効成分の血中濃度が上昇しにくいじゃなくて上昇しやすいです。早く吸収されるので上昇しやすいです。ということで後半が誤りですね。そして絵については顆粒剤は、粒の表面がコーティングされているものもあるので、噛み砕いて服用する、いやそんなことないです、噛み砕かないであげてください。なんでコーティングされているか理由があるので、噛み砕いちゃダメですので絵は誤りということで1番が正解でした。では次行きましょう。問い34番です。皮膚粘膜がん症候群に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで答えは1番が正解となります。あいうえ全部正解なんですけど、例えばですね、この皮膚粘膜がん症候群発症の予測は極めて困難なんですよ。難しいです。そして胃のスティーブンス・ジョンソン症候群 SDS とも呼ばれる、そうですね、これそうですね。で特にこのあたりは SDS とあと TEN の10ですね、 TEN の、10と、気をつけていただきたいと思います。これこちらは中毒性表皮壊死誘拐症になりますから、皮膚粘膜がん症候群と、あとはTEN、ライエル症候群ともですね、しっかりと区別して覚えておいてください。そして、ウーについては38度以上の高熱伴ってきますので、そして、皮膚とか口とか目の粘膜に現れる病態、これもそうですよね、正解です。そして、致命的な天気をたどる恐れがありますので、気をつけなくちゃいけない、なくなってしまうことがありますので、気をつけなくちゃいけないというところでは、こちらは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い35番です。医薬品の副作用に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、はい、誤っているのは2番が誤っております。肝機能障害の主な症状にビリルビンが、胃へ排出されず、血液中に滞留することにより生じる黄疸がありますよとあるんですけど、これ胃じゃなくて、これ小腸に、これ何かというと、これ、一個の前の動画のところでやってたんですけど、こう、肝臓から胆汁というのが分泌されて、そして十二指腸の方に捨てられていくんですけど、肝臓というのは、こちら、通常私たちですね、胆汁中にビリルビンを入れて、そして、胆汁として、小腸の方にですね、捨てていきますので、なので、ここ、胃へ排出されずにというところでは、胃ではなく小腸であれば正解となりますから、なので、肝臓で作られて、肝臓からですね、こう、捨てられていく、肝臓から胆汁としてビリルビンが捨てられて、そして、小腸の方、特に十二指腸の方に捨てられていきますので、これ胃ではありませんので、2番が誤りとなります。では次行きましょう。問い36番です。精神神経系に現れる副作用に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。Iは正解、それからうなんですが、無菌性髄膜炎の多くは徐々に発症し、徐々じゃないんですね、これ急性です。すぐに出てきます。そして首の突っ張りとか伴った激しい頭痛、結構痛いらしいんですよ。そうなんです。で、あとは吐き気とかね、こう出てきますので、ここ、うは誤りとなります。そして、無菌性髄膜炎は、早期に、原因医薬品の使用を中止した場合でも予後が不良となることがほとんどであるよとあるんですけど、そうではないです。何かというと、ちょっとこちらに書いてみました。まず無菌性髄膜炎なんですけど、こちらはですね、原因としては多くはウイルスが原因になります。ただ医薬品でも本当に結構なることは少ないんですけど、医薬品でも無菌性髄膜炎になることがあるので、なので今回ここで取り上げられております。そして、副作用が出て、副作用が出てしまって、早期にですね、原因医薬品を中止した場合はですね、比較的にですね、予後はですね、良好となることがほとんどです。そうなんですよ。
なので中止した場合は良好になる、回復していくんですよ。ただ、重篤な中枢神経系の、後遺症が残った例というのもないことはないので、なので、まずそういった意味では、良好となることがほとんどとなりますけど、このような後遺症が残ってしまうこともあるんだなというところの頭の片隅に置いといていただけたらと思います。ということで、エヴァ誤りなので1番が正解でした。では次行きましょう。問い37番です。消化器系に現れる副作用に関する以下の記述の整合について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。こちら、アなんですが、消化性潰瘍は医薬品の副作用によって、腸管運動が麻痺し、腸内容物の通過が妨げられて、激しい腹痛やおならなどの、停止とかって、ね、出てますよね。で、これはですね、イレウス様症状の記述になります。そうなんですよ。なんで、イレウス様症状といえばすぐ下に書いてありますよね。で、意も違うんですけど、イレウス様症状は医薬品の副作用によって、胃や十二指腸粘膜組織がとかって書いてあるんですけど、これは消化性潰瘍の記述になりますので、これ、あと胃の主語を逆にすれば、消化性潰瘍とイレウス様症状を逆にすれば正解となりますので、あと胃はそのような形で誤りとなります。そして、ウとエは正解なので、5番が正解でした。では次行きましょう。問い38番です。呼吸器系に現れる副作用に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。間質性肺炎は一般的に医薬品の使用開始から1、2ヶ月程度で起きることが多いですよとあるんですけど、これは、いやー難しいですよ。1、2ヶ月ではなく、1から2週間です。2週間なんですよ。いやらしいですよね。でも、こういう問題、引っ掛け問題が結構多いので、なので、どのようなた、あの、ところで副作用が出てくるのか、いつ出てくるのかというところをですね、皆さん、しっかりとわかるようにしといてあげてくださいね。いいですか？ということで、2番が誤ってる内容となりました。では次、問い39番です。循環器系および泌尿器系に現れる副作用に関する以下の記述の成功について、正しい組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。あうえは合ってるんですが、いなんですが、こちらは泌尿器系の副作用である膀胱炎様症状として、尿の回数減少、それから排尿時の疼痛とか残尿感などの症状が現れることがあるよとあるんですけど、どうだろうなって思うんですけど、これはですね、尿の回数が減少じゃなくて増加になりますから、そこが誤りなんですね。ということで、いが誤り、そして、答えは3番が正解という形になりました。では次、最後ですね。問い40番です。感覚器系に系および皮膚に現れる副作用に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から1つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。アについては、眼球内の角膜と水晶体の間を満たしている眼房水が排出されにくくなると、眼圧が低下して、視覚障害を生じることがありますよと言ってるんですが、これ、眼圧が低下じゃなくて上昇していきますので、そこが誤りです。そして、いいです。薬疹はあらゆる医薬品で起こる可能性があり、医薬品の使用後、1日から2日で起きることが多いが、長期使用後に現れることもありますよとあるんですけど、こちらはですね、1日から2日じゃなくて、1、2週間なんです。1、2週間になるので、らしいですよね。ということで、そこが誤りとなります。はい、そして、うとえは正解となりますので、この接触性皮膚炎、口腺過敏症についてもよく引っ掛け問題出てきますので、皆さん気をつけておきましょう。ということで、答えは4番が正解となりました。はい。ということで、ここまでですね、第2章後半戦となりましたが、ちょっとね、いやらしい問題も引っ掛けてくるところもありますので、ぜひぜひ気をつけていただき、間違えたところを必ずですね、もう次やった時、間違えないようにするようにですね、しっかりと練習しといてあげてください。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE などに登録していただきますと、質問などお答えしておりますので、ぜひご利用いただきたいなと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。